入り口のあるはずのそこに再開発で建て替えられたビルがあるだろう。今は地上階しかないけど、改装前は地下街があったんだ。確か赤い服を着た女の化け物が出ると、その地下街に降りる階段があるらしいんだよ。夜中にビルの通路を一人で歩いてると、普段は見たこともない階段があって、そこから降りた者は誰一人帰ってこれない。友達が興味本位で調べに行って帰ってこないんだ。おお、調べてみるか。行くの？ただの噂だよ。汚れっていうのは元は人の情念だ。有名ならそれだけ多くの強い情念が集まっている。それがたまりにたまって汚れちまうこともある。普段は見えないだけで、どっかに地下街へ降りる階段があるかもしれない。こいつが入り口を隠してたの。技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。なんでこの時。お次は赤い服の女探しだな。あんまり楽しいイベントじゃないね。女の声。なんだ。これで進むしかなくなったわけだ。そう考えればポジティブになれるね。あの女の服はなんで赤いか知ってんだ。赤い服の女、殺される。隠れない。これってどこかで俺たちを見てるのか。他を探すぞ。よくやった。殺された奴らも浮かばれるだろう。女が消えてあの地下街も消えちまったか。思った通り、噂があの場所を生み出したみたいだな。そんなことあるんだね。悪い噂ってのは強い負の力を持ちやすい。それが汚れになるんだよ。悪い噂ほど人が好むってのも原因の一つだがな。女の服を赤くその先もこれで浮かばれるよ。あの女を倒してくれたおかげで自由になれたよ。